当にオビトなのか。生きていたなら、なぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかし、そうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内派マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに、なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ、そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。よっしゃ、お前らの指揮にはさせねえ。ここでぶっつける。果たしてその偽本物か見せてもらおうか。無限つくよりこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだろう。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。マダラは超強い。少しの呪文が済んじゃねえぞ。分かってる。予選終点。なるほど、今のお前は五カ月すら超える力を持っているようだな。だが頭間に比べれば脆弱者のもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、奴に近いもの。マサの車、ゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜマダラのような奴と。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。ナルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺は
てねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっす。おう。使いこなせるようになったな。だが、所詮借り物の命、熱気が剥がれるのが時間の問題だ。寒い。ナルトを守ることが未来につながる。それなら、大事。それが10秒止めるチャンスになる。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリチリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ。終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわっ。なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが準備だ。